関雲長、鬼の刃もて、乱世を打ち払わん。孫作殿の力を借り、可否を取り戻す。協力して呂布を打ち果たすのだ。気合い入ってるな、劉備。しゃあ、孫王の戦見せてやるぜ。昭和王の部、さぞや頼みとなろう。それ示す。兄者の道を開く、我らであらん。敵は可否の城によって戦う構え。ならば策を持つ。で敵を追い詰めるまで。各隊、まずは周囲の砦を制圧せよ。それを足がかりとし、可否城を攻略する。制圧は順調だな。ならば投石の準備を始めよう。よし、守備よく進んでいるな。残る砦も迅速に制圧せよ。素晴らしいご活躍、お見事です。熟将、今こそ宝石機で敵に寸劇を加えよう。やべえ、石だ。やつら宝石機なんて使ってきやがった。援軍とは願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。ふん、雑魚どもがくだらんてよ。俺が行って蹴散らしてやる。はい、よくとも。ここは我慢ですぞ。これまで下手に動いてはなりませぬ。ですが、これでは辛い。辛いのも確か。あの投石機を壊しに行くとしましょう。なれ、天空が出てきたぞ。返り討ちしてやれ。投石機は絶対壊させるなよ。一人でのこのこ現れるとは後悔しても遅いぞ。その勢い、誰にも止められますまい。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。宝石は敵の防備と心とを着実に削いでいる。このまま攻撃を継続せよ。私の策、受けてもらう。撃ち取ったり。
しますぞ。さあ来やがれ、お前なんざひとひねりだ。なれ天空の槍、これ以上じっとしてなど俺は。勝ったり。さあ来やがれ、お前なんざひとひねりだ。
よかったな、リュウィ。この勝利、孫悟の力によるところが大きい。我らもさらに修練し、兄者を支えてゆかねば。